はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですねこちらで遊びたいと思います、うん、エキサイティングブレックファストです。フライパンがあるでしょ、うん、このフライパンで卵とか目玉焼きをキャッチして遊ぶゲームだね、うん、面白いね。これね、だからねエキサイティングじゃなくてエッグサイティングブレックファーストって書いてあるんだよね。本当だ。じゃあ早速開けてみましょう、うん、よいしょ。はい、じゃあ取り出して、はい、あ、スポンジ、スポンジ、あ、そして説明書がベーコンになってます。本当だ。え、これは結構柔らかい。柔らかい。あ、本当だ。内質でできてる。そうだね。で、これがフライパンですね、うん、フライパンはプラスチックだね、うん、で、遊ぶやり方3つぐらいここに書いてあるんですけど、うん、2人でやれるやつ、エキサイティングフライドエッグってやつと、うん、エキサイティングボイルドエッグって、この2つをやりたいなと思います。はい、エキサイティングフライングエッグはこれを片っぽが手で投げるんだって、うん、で、もう片っぽはこのフライパンでキャッチする。わお。っていうものだね、うん、で、どっちが落とさずに成功できるか、はあ、はい、じゃあそれ早速やっていきましょう、うん、よし、行くよ、うん、これキャッチするんだよ、うん、上の、ほい、うん、キャッチするんだってなんで、なんでキャッチする、えい、ほっ、あー、むずいな、ほい、あー、惜しい、あー、惜しい、惜しかった、うん、ほい、ほっ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 、ほい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 、びっくりした。せーの、ほい、おお、よかった。ついに。じゃあ次のゲームやっていきましょう、はい、次はエキサイティングボイルドエッグで、うん、こっちの方だね、うん、これを2人ともフライパンでこうテニスみたいにする、こういう感じでほいってやるやつ、ほいね、そうそう、そう、こんな感じ。それでどっちが落とさずにやれるかって感じかな、うん、はい、じゃあやっていきましょう、はい、はい、じゃあ石井くんからどうぞ。はい、そうでしょ。1本目を外した。1本目が、いくよ、はい、次のところ飛ばしちゃった。いくよ、はい、下からやんないと、せーの、ほい、うえ、あ、ちょっと移動しないと、えちゃんも、うん、ほい、あ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 、これ後ろに飛ばしちゃう、えちゃん、ずるいな。いくよ、せーの、ほい、はい、はい、お、オッケー、あー、ごめん、ほい、はい、ほい、あー、あー、めちゃくちゃ走ったって言われた、ほい、ほい、やばい、あー、惜しい、惜しかった、ほい、ほい、ほい、あー、やった、やった、はい、ということで今回はエキサイティングブレックファストで遊んでみました、はい、なかなか運動不足のうちらにとっては難しいね。難しかったね、うん、でも面白かった、はい、うん、で、今日はね、ちょうどね雨降った後なんで涼しくてよかった、うん、うん、炎天下でこれちょっとできないね、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、そしてチャンネル登録もよろしく、よろしく、ということで今回は以上でございます。バイバイ、バイバイエッグ、バイバイエッグ、ポン。